たたらじは、日本の俳優。本名、たた重次。ゅげ重次。宮城県大し郡石巻町出身。東京府立第9中学校卒業。ニークラ事務所に所属していた。新月児劇団研究生、クラクザ、劇団民芸など舞台俳優として活動し、数多くの映画、テレビドラマに出演。頑固ながら、根は、優しい役などに定評があり。 軽妙な役もこなせる貴重なバイプレイヤーとして活躍した。1917年8月4日、宮城県押鹿郡石巻町に父、重一と母、李の次男として生まれる。幼少時代は家業の都合で石巻、仙台、東京都居を移す。西菅も第二小学校を経て、1935年に東京府立第九中学校を卒業後、 国際ホテル学校に入学し、5ヶ月で中退、帝国ホテル食堂部に就職する。1年ほど勤めた後、朝日新聞に載った新月受劇団研究生募集の広告を見て、子供の時からの夢だった役者の道を志す。1945年1月、富士フィルム、足利工場公園における桜大記念写真。中列左から3人目が立た,たら。 前列左から島吉也子、その恵子、長田康史、一人おいて、丸山貞夫。後列左端は、高山蔵さん。1936年10月、新月受劇団に入所、同期に、殿山康史、千秋実小山元気らがいた。同年11月の劇団公演、女人愛師で、初舞台を踏んで以来、どん底、 ウィンザーの陽気な女房などの舞台に出演。1940年に、千葉康樹監督の、ヒコロク・ナグラルで映画に初出演する。同年7月に王将され、この F 票、第二連帯に入隊、普通をインドシナから中止にかけて転戦した。1943年に召集会場されると、役者生活に戻り、丸山貞を、鈴木田ダ・ケらのクラクザに参加。 伊門公演で全国を回る。1945年6月、再招集され、陸軍東海第五部隊に入隊する。たたらが応召された後、倉久沢は桜隊と解消して、広島市へ巡業するが、2ヶ月後の8月6日、桜隊は原子爆弾の投下に遭い、丸山、その池子、高山正造ら演劇隊員9名が犠牲となった。運よく、 助かったタタラは、その1ヶ月後、水事班長の陸軍五町で終戦を迎えるが、劇団員たちの不法を聞き愕然とした。1947年、宇野十吉、滝沢おさむらが結成した、民衆芸術劇場に参加。続いて1950年発足の劇団民芸に、加わり、かもめ、炎の人などに出演。片た映画にも出演するようになり、 1952年に民芸を退団してからは本格的にフリーの映画俳優として活動を始める。悪の強い芸達者な脇役として地位を固め、渋谷美監督の現代人、黒沢明監督の七人の侍、久松政治監督の警察日記といった名作に出演。前人役から悪役まで難なくこなし、名場イプレイヤーとして活躍した。 1956年には、あなた飼います、鶴八鶴二郎などの演技で第7回ブルーリボン賞、助演団優勝を受賞している。映画、舞台のほか、1960年代からテレビドラマにも盛んに出演し、その存在感をアピールした。日朝文化交流協会の副理事長を務めていたことがあり、資料、朝鮮民主主義人民共和国の冒頭には、金丸慎、 上田明、宇都宮徳馬、斉藤和夫、佐々木秀則らと共に推薦の言葉を寄せている。2009年9月30日午後0時40分、肺機能不全のため東京都内の病院で死去。89歳没。趣味は演芸、健康法、料理、釣り。自ら編み出した催眠体操の普及にも努め、ストレスに勝つたたら順の催眠体操などの著書がある。 タイは、役名不字の題名は、キネマ旬報ベスト10にランクインした作品。ありがとうございます。